はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は8月限定のお話をさせていただきます。サムネイルにも書いていますように、日本限定価格が音質重視のソフチューブから今だけ1270円というね、1万1000いくらでしたでしょうか。トランジェントシェーパーがこんな価格になっています。トランジェントシェーパーというのはどういうようなソフトウェアでしょうか。サウンドのアタックの部分をエフェクトするようなソフトウェアですけれども、他との特徴的な違いはハイの部分にだけかけるとか、ローの部分にかけるとか、そういうような指定ができて、その周波数のクロスオーバーを自由に変えれる。これが特徴的な商品です。そして出力の時にクリップをさせていいかさせないか、そのような設定もできるようになっています。たくさんのプリセットもあって、とっても使いやすいソフトです。ちょっと見ていきましょう。まずプリセットにこのようにドラムキットパンチというのがあります。このようにプリセットのところから選ぶことができます。パンチを上げているプリセットですね。これをやってみましょう。まずはバイパスから聞いていただきます。こんな感じのパラアウトしていないドラムの音です。これにトランジェントシェーパーをかけてみましょう。はい、パンチの度合いはこのノブでやることができます。このパンチをハイの方にだけかけるか、ローの方にかけるかということもここで設定ができます。ハイにします。そしてこのクロスオーバーを回していきます。反対に回します。よりたくさんのところにかけるようになります。今度はローに変えてみます。はい、またクロスオーバーを変えていきます。もっと強くやってみます。そして上でサスティーンを調整します。逆に回します。はい、めっちゃタイトになります。上げていきます。はい、このようにサウンドのアタックの部分を強調したり、もしくはそれを抑えていったりというようなことが簡単にできるようになっています。サスティーンもハイにだけかけるというようなこともできます。こちらもハイにします。はい、このメーターで分かりますように、ハイの部分だけにかかっていることが確認できます。
今度はどちらもローにだけします。はい、このようにローだけのメーターが振っています。はい、ワイドに戻します。このようにプリセットがありますので、少し変えてみると、これでクリックになります。これをまた上げてみます。クラッシャーに変えます。このように楽器のアタックをコントロールできて、パンチとサスティーンをどの領域にかけるかというようなことが簡単にコントロールできます。そして画面上の方にですね、見やすいようにこのように左にインが入ってきて、そして右にアウトが出てくるようなこんな大きな画面になったりします。ちょっと見てみましょう。まだ画面下にはこういうようなものが出ていますよね。ここでヘッドルームやハイパスを決めたりすることができます。こうやってハイパスフィルターを入れてですね、下の方はあまりかからないようにする。そんなようなこともできます。ちょっと動かしてみましょう。はい、低音がほとんどなくなりましたね。右側のところにはフェーズスイッチもあります。どの周波数のところで切り替えるかというようなこともできるようになっていますが、普通あまり使わないでいいパラメーターと思います。あと ABCD 比較、これで切り替えて様子を見てみることができるようになっています。今日はですね、緊急レポートということで、1270円というような価格で、11,300 円だったかな、ソフチューブのソフトが国内限定キャンペーンということで出ましたので、早速購入してレポートをさせていただきました。村長スタジオでした。